私はヨシヒコ。証拠はないがロトの血を引く勇者だ。私の目的は竜王を倒すこと。前回、このアレフガルドでは扉を開けるのに、魔法の鍵が必要だということを城の兵士に教わった。この魔法の鍵はどんな扉でも開けてしまうらしいが、なんと一度使うとなくなってしまうという。この鍵を取り扱っている店はさぞ儲かっていることだろう。ラダトームの町にいる少年の話によると、鍵を売っている町がどこかにあるらしいが、まずはこの鍵を売るという町を探すことが先決か。王様がもっと鍵をたくさんよこせば話は早かったのに。いいえ、私はローラ姫じゃないわ。まだ何も聞いてないです。鍵を買うにしても元手がいるだろうし、ショッピングで散財して、また無一文になってしまった私は、魔物を倒してお金を稼ぐことにした。ちなみに前回のショッピングでの私のコーデは、竜の鱗に革の盾、そして一目惚れして買った竹竿。未だに裸に近い状態であること俳優までもない。この RPG の世界やアレフガルドでは、魔物を倒すとお金が手に入るらしい。なぜ魔物がお金を持っているのかはわからないが、わざわざ魔物が襲ってくるのを待ち、それを倒してお金を稼ぐなんて、こっちが悪者なんじゃないかと思ってしまう。が私は心を鬼にして魔物を狩りまくった。旅の軍資金を1万、2000円しかくれない王様が悪い。私は鍵を買うためのお金を貯め、同時に十分な戦闘経験を積んだ。自分が裸であることなんてすっかり忘れて魔物と戦い続けていたが、勇者の血がそうさせているのかもしれない。おお、ヨシヒコ、よくぞ無事で戻ってきた。わしはとても嬉しいぞ。そなたはもう十分に強い。なぜにまだ竜王を倒せぬのか。そんなことを言われる筋合いはないと思います。旅の支度がバッチリ整った私は、ラダトームから東にあるマイラという村に行ってみた。ここはマイラの村です。ゴーレムは冬の音が苦手だと聞く。古い言い伝えでは妖精たちはゴーレムを眠らせたそうじゃ。どうやらこのマイラの村には、ゴーレムに関する伝承が残っているらしい。お前がロトの血を引く者、何か証拠があるのか。うるさい。噂では、リムルダールに鍵を売る店があるらしい。南の島に行きましたか？いいえ。南にはリムルダールという町があるらしいです。マイラの村で鍵に関する貴重な情報を得ることができた。マイラから南の島にある、リムルダールという町に行けば、魔法の鍵を売る店があるらしいのだ。南の島はとても怖いところです。十分に力をつけてから行かないと生きて戻れないでしょう。早速そのリムルダールという町に向かってみようと思うが、力のないものでは、生きてそこから帰れないらしい。私にたどり着くことができるだろうか。少し不安である。メイダが現れた。メイダ派逃げ出した。魔法使いが現れた。魔法使い派逃げ出した。
おいで坊や。パフパフしてほしいなら50ゴールドよ。はい、と言いたいところだが選択肢が出てこない。残念。よ、よしこ。よしこじゃないか。久しぶりだな。ずいぶん慣れ慣れしいけど、どこかでお会いしましたか。どんな扉も開けてしまう、魔法の鍵はいらんかな。一つ53ゴールドでどうじゃ。おお、ついに鍵を売る店にたどり着けた。思えばここまで長かったものだ。またいつこの街に来られるかわからないから、買えるだけ鍵を買っておこう。私はヨシリン。マイラのお風呂から南に4つ歩き、調べるがよい。なんだろう。おじいさんの思い出でも埋まってるのか。鍵は手に入れたが、おじいさんの言っていたことも気になるので、マイラに立ち寄ってからラダトームに戻るとしよう。笛を手に入れたか。いいえ。ヨシリンが持っていたが、リムルダールに行くと言って村を出て、それっきり帰らぬ。あ、ヨシリンさん、食い逃げでもしたんですかね。鍵のかかった部屋に閉じ込められていましたよ。ヨシリンの思い出、ゲットだぜ。笛を手に入れたか。はい。メルキドの町に行くがよい。エヨシリンさんのことはいいんですか。ラダトームに戻ってまずやるべきことは、宝箱漁り。誠の勇者なら、盗みなどせぬはずだ。盗みではありません。宝箱を開けて回るのも、勇者の立派な仕事です。900円。700円。1000円。800円、いやアルバイトの時給かよ。わざわざ宝箱に入れるほどの金額か。お、こんな城の裏庭に店がある。一体何を扱っているお店なんだろう。わざわざ鍵を使って扉を開けた先にある店。期待が高まる。どんな扉も開けてしまう、魔法の鍵はいらんかな。一つ85ゴールドでどうじゃ。え？え？こんなところで鍵を売っているの？しかもリムルダールより3200円も高い。ラダトームの街で、鍵がどこかの街に売っているという情報を聞き、マイラの村では鍵を売る店が、リムルダールにあることが判明し、洞窟を越えてたどり着いた、リムルダールの街でやっと買うことができた鍵が、ラダトーム城の裏庭で買える、だと。王様が、アレフガルドの真の平和を願うなら、まずはラダトーム城の裏庭に通じる扉を開放するべきじゃないだろうか。そしてそこに鍵屋があることを、周知させるべきではないだろうか。ヨシヒコの冒険は続く。